生放送で婚約をしたとかピカは今年チャンスやでと騒ぎ散らしているが、エブリデイで飲んだくれてガブリ倒しているのであった。次回珍宝の件、きつい痛いせこい、お前もこんぐらい言われるようにならなな。尿道をちょいと伸ばせば珍宝ブリッジさも似たり。